ハロー皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、今回は PayPay の使えるお店まとめということで、まあ今回こういうのをやろうかなと思った理由としたら、まあ実際に、まあ検索の機能はついてても、まあめんどくさいなっていうのがあったので、まあそれをまあ僕の動画とかでまあ定期的にここのお店で使えるようになりましたよとかいうのをどんどんお伝えしていこうかなと思っております。今回はもう PayPay の使えるお店のだけのものとなっておりますので、一緒に見ていただければと思います。で、今はこの第2弾100億円キャンペーンの開催中なので、まあ、結構使うチャンスといえばチャンスなので、まあ、これを元に、これがあるので、まあ、ぜひ使ってみたらどうかなということで、進めていこうと思うんですけども、やっぱり、来週から何が来るかっていうと、ゴールデンウィークなんですよね。もうゴールデンウィーク、世の中は10連休ってことであるとは思うんですけども、いや、もうそういう10連休絶対お金使うんですよね。絶対。使わない日ってないと思うんですけど、本当、まあ、お仕事の方は、まあ、いるとは思うんですけども、やっぱり絶対かなりお金使っちゃうんで、そういったとここそ、こういったキャッシュレス、QR コード決済とかで、まあ、お得に使ったらどうかなっていうことで、まあ、それで、まあ、どこで使えるのかっていうのを、まあ、見るのもいいのかなと思います。それでは、まあ、最初に見ていきたいのは、こちらのコンビニからなんですけども、こちらのコンビニで、まず使えるものとしたら、まあ、ファミマだったら、こう、T ポイントと併用して使えるので、PayPay も T ポイントを表示させる部分がついてるので、まあそういった部分であると、ファミマとかで使うのもお得かなとは思います。で、次はまあ代表的なもので、ジャンルで言うと、まあ飲食店ですね。まあ基本的にはもちろんチェーン店がホームページとかに記載されてるんですが、まあ有名どこで言うと、ウォータミとか、あとは、アンアンとか、千年の宴とか、わらわらとかですかね。で、次のページに行くと、まあよく僕が使うとしたらもう松屋ですね。以前松屋の動画もアップさせていただいたんですけども、まあ松屋であったりとか、あとはこのかっぱ寿司ですかね。結構家族とかで行くとしたらかっぱ寿司とかもいいのかなと。あとはまあステーキ、ミヤ、ピザーラとかですかね。あと温野菜も使えるようになってますね。なので、まあまあ、ジャンルは結構幅広いのかなと思います。まあ、居酒屋系も多いし、なおかつ、まあ、お寿司屋さん、牛丼、ピザ、あと、上島コーヒーとかもそうですね。まあ、そういったとこでも使えるっていう感じですかね。で、次は、この交通系であれば、オリックス、これレンタカーですかね。であとは、このタクシーとかも使えるので、そう、最近結構タクシーでも結構使えるところが、まあ、ちょくちょく出てきてるんで、まあ、そこは結構助かるなと思う方もいるのではないのかなと思います。で、あとは、なんといっても、やっぱ家電量販店はいいですよね。やっぱ大きいお買い物したときに、まあ、ある程度のキャッシュバックがあると、それは結構お得感も出てくるので、家電量販店って何がいいかっていうと、やっぱポイントカードなんですよね。まあ、大体その山田電機とか、ベスト電機も含めて、結構そこのお店独自のビッグカメラもそうなんですけど、ポイントカードがあるので、まあ、二重取りがほぼ確実にできるっていう感じですかね。そこら辺に関しては、まあ、量販店ならではのお得感はあるのかなと思います。で、次にファッション。まあ、最近はそのライトオンというお店が使えるようになったんで、まあ、ライトオンとか、まあ、ファミリー層も使えるし、まあ、ディーゼルのお店が好きであれば、ディーゼルも使えるかなっていう。まあ、ファッションはまだまだ多分かなり出てくるとは思いますね。まだお店も全然少ないんで。で、メガネ屋さん。メガネ屋さんはもう、僕ちょっとメガネの枠はかけないんで、あまりちょっとわかんないんですけども、まあ、多分まあ、見たことあるようなお店が多いですね。こちらのメガネ市場とか、メガネスーパーとかですかね。で、あとはその他のジャンルとして、本屋さんであれば右下にリブロとかありますね。で、あとはミスターマックスとかも、まあちょっとスーパーと合体してるとこもあるので、まあ、食材買うならばミスターマックスは結構得かなと。あとは釣り具のポイントとか、あとは旅行会社で言うと上の方にある HIS、そんな感じですね。あとカラオケさんでビッグエコーとかですかね。カメラの北村、ジャンカラ、もうカラオケ、まあざっくり言うとカラオケとか、釣り具屋さん、本屋さんに旅行会社っていう感じですね。あとバイク屋さんで使えるのはいいですね。あと古本市場も使いますね。あとは近日対応予定っていうのあったんですけども、まあイオンとか、まあ東急ハンズとか、あとはもうこれは多分ゲームセンターですかね。なんか見たことあるような、僕が住んでる地域にはないようなお店もあったりするので、まあこれは一部だけだったので、まあまあまあ、まあ今後もかなり出てくるとは思うんですけども、まあ先ほどもお伝えしたように、やっぱり今回の100億円キャンペーンがまだ5月の末まで使えるので、まあぜひこのゴールデンウィークを機にこの PayPay を使ってみて、まあお得に使うのが、
まあ、僕としたらいいのかなと思ったので今回まとめさせていただきました。また随時他のなんていうんですかね、キャッシュレスの、QR コード決済の会社とか、まあ、そういったところを含めてどこで使えるのかなっていうのをまとめることができたらまたそこをお伝えしていこうかなと思います。はい、ということで、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録、あと気になったことがあればコメントとかツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。